ラゆめチャンネル始まるよ。美味しそうだから取っとく。始まりました、田村ゆうきの YouTube チャンネル。先日から5代目チャンネル、改め田村ゆうきの YouTube チャンネルの名前を変えさせていただきました。皆さんお元気ですか？今日はですね、伊勢に思ったよりちゃんとタコがゴロゴロ入っている。ここだけかなって、なんか最初だけ頑張ってる系かなと思ったけど、今こんぐらい食べてくる、ずっとタコ出てきます。えらいな、マルテンさん。そう、これめちゃくちゃ美味しかったんです、今回伊勢市のクリエイターズワーケーションという伊勢市の企画にアーティストとして選んでいただいて参加させていただきました。で、今回食を集めた回になります。その冒頭のマルテンさんめちゃくちゃ美味しかったです。もう一回食べたいな。続いてこちら赤福ですね。で、赤福はね、お土産とかいろいろいただいたことあるんですけど、全然食べたことなかったから、もうこの日すごく寒くて冷え切っていたのでとても美味しかったです。そう、抹茶もね大好きだしね。二見の浦で有名なのがこの塩羊羹。伊勢で採れたお塩とお砂糖と小豆と寒天と、シンプルな材料を原料にしている塩羊羹なんだそうです。賞味期限は1ヶ月。この中が素晴らしくて、店内がそう、いろりがさ、あ、ごめんなさい、ちょっと囲炉裏が気になっちゃって、これ写真撮っていいですか？はい、どうぞ。あ、火鉢だ、火鉢が。あったかい。南部的かな。お邪魔しました。ありがとうございました。お土産に持って帰ります。そう、ここがですね、二見浦駅にある呉服餅本家。そう、赤福さんとね、窓にあるんですよまあでも似てるっちゃ似てるんですけど、やっぱりどちらのお店もそれぞれ趣向を凝らしてメニューだったりとか味もかな、ちょっとずつ変えていらっしゃるみたいです。そう、こっちはね、赤福さんと違ってメニューが豊富で、なんかね、うどんとかもあってよ、伊勢うどん。私はシンプルにこちらのお餅に出しました。あと職人さんが作ってらっしゃるのが見ながら、そう、見ることができて面白かったです。あ、お餅のこのあんこの模様こんな風につけてるんだなって知りました。さあ、後半泊まっていたホテルは伊勢市駅前にある三光院さんです。こちらすごく良くて行き届いてて綺麗で、あと大浴場があって、もう何回もお風呂入りに行っちゃった。なんかすごく丁寧に居心地もよくいさせていただいたので、すごくおすすめです。もう何の言うこともないそう、ゆいちゃんに会いました。リンク、女性職人グループのリンクというグループの
一緒にやってるんですけど、ゆいちゃんです。伊勢一刀彫りの職人ですね。そう、ゆいちゃんはね、とても温かくて、そこにあるだけでほっこりするような一刀彫りをということで、まあ、一刀彫りってまあ、彫刻ですよね。広がりなんか必要と、あ、もうゆっくりがんがんやと思ってて、あと写真もアップするし、絵描く。ピンクのゆいちゃんに会いました。もう撮ってたの、あとにずっと撮りした。ゆいちゃんは伊勢一刀彫りの職人で、今日は納品の帰りにちょこっと時間作ってもらって撮ってます。あ、すみません、すみません。一刀両断の意味があったりとか、そう、大好きなんですよ。忙しい中時間を縫って会いに来てくれました。ゆいちゃん到着したんだ。今一番忙しいよね。石うどん初めていただきます。お湯気、この太いうどんと黒いつゆが特徴です。うどんのコシとかとは真逆のくたくたのうどんという噂を聞いています。食べるよ。すごいくたくたの、一瞬口当たりがお餅みたい。こちら伊勢川カフェ、インスタとかでよく出てくるのかな、古民家みたいな作りでとても素敵でした。あと川沿いにあるからすごく風も心地よくて景色も良くて、本とか読みたいって感じかな。ありがとうございます。そう、ほら、そうよそうよって風がしてる。そうで、ここがね、もうめちゃくちゃおすすめしたい、ザ・オランジェガーデン伊勢川。伊勢川駅の目の前なんですけど、なんだろう、ちょっとザ・伊勢っていう雰囲気ではないのかもしれないけど、なんだろう、めちゃくちゃ美味しかったです。雰囲気もすごくいいし、天気が良かったっていうのもあるかもしれないけど、すごくね、雰囲気いいし居心地いいし、お料理も美味しくてボリューム感もあって温かくてめちゃくちゃ良かったです。家の近くにあったらいいのにと思うばかり。そう、これがねシーフードのグラタンなんですけど、具材もゴロゴロ入っていて、そう、もうね本当に満足。この日すごくね、後からまた YouTube 上げますけど、山登りして疲れた後だったっていうのもあって、すごい満足しました。美味しかったです。ぜひ行ってみてください。続いてこちらが伊勢市駅前のカフェです。ここがね、もう伊勢市駅の目の前にあるので、待ち合わせとかちょっと時間を潰すのにすごく便利です。あと店内も広々してるから居心地もいいです。私はここでコーヒーを飲みながら本を読んだり絵を描いたりしました。今回この伊勢市クリエイターズワーケーション、いろいろなところに行かせていただいて、ゆっくりもさせていただいて、自分を見つめ直すきっかけにもなって、新しい作品へのすごい想像力の一つにもなって、とてもありがたかったです。なんだろう、毎日いたら飽きちゃうのかな。私はでもすごく好きだったな伊勢。住んでたら住んでたんでね、またいろいろあるのか分かりませんけど、すごく三重県伊勢市大好きでした。なんかね、
みんな温かいんですよね。おかげさま、おかげ横丁とかおかげさま精神があるからかわからないんですけど、基本スタンスがおかげさまで皆さん生きていらっしゃるんですよ。それがすごくいいなと思って、そう、何事もおかげさまで物事が考えられたらすごくいいよね。それが一番のね、勉強になったことかな。やっぱりさ、いろんなものやことや人、なんだろう、まあ、出来事とか感謝して生きていきたいじゃないですか。それがこのおかげさま精神っていうことなのかなって思って、いいことも悪いことも、まあ、日々感謝して生きていく、見習おうって思いました。そう、ここからは私がただただ絵を描いてカフェで過ごすところですでもこうやってちょっと長居させてもらえるカフェでゆっくりお絵描きするの大好きで、いつもだいたいカバンにはスケッチブックを入れています。で、マッキーが大好きで、ゼブラさんの、あと同じゼブラさんのサラサっていうペンが大好きで、そう、よくこのサラサとマッキーの2本を持ち歩いてますね。絵描くのにね、すごく、なんだろう、好きなんですよ。まあ、字描くのにももちろんいいけど、だからいつもカバンに忍ばせています。この時はすごくね、たくさん歩いた後で体が疲れ切っていて動きたくないっていうのもあって、カフェで過ごしたいなと思ってお絵描きをさせてもらいました。まあ、天気も悪かったしね。そう、だから髪が濡れているのです。そういえば YouTube の登録者数が1000名を超えました。やったー、皆様のおかげです。ありがとうございますね。こんな、なんかもう自由気ままな YouTube で、もう自由しかないんですけど結構見てくださってる方がいたりして、本当にありがたいなと思っています。もうなんかね、ジャンルもバラバラで好きなことばっか流していますけど、これからも日々の様子だったり制作の様子をお届けできたらいいなと思ってます。ゆるくお付き合いくださいね。でも1000人行くとさね、嬉しいよね。やっぱり一区切りというか、まあ、まだまだなんですけど、そう、これからもっともっと YouTube 更新していきたいなと、ま、毎日言ってますけどそう、編集がさ、意外とさ、時間かかっちゃうんですよね。制作を優先せねばってしてさ。そう、でも YouTube もコツコツ長いことを続けていきたいなと思っているので、ぜひ皆さん広めていただけたら嬉しいです。それでは今日も良い一日をお過ごしください。今から寝る方はいい夢を見てね。ありがとうございました。田村しっぽ工芸の田村ゆうきでした。またね。
チャンネルを